皆さんこんにちは。文豪の青年団七色ベース事務局の高知親方です。本日はこちら私の地元千歳町に来ております。さあね、もう令和最初の12月もやってきました。いよいよ冬到来です。その中今日はこちら、じゃじゃん、氷炭様よいしょよいしょ大わらじということで、文豪のかかるた9札目でございますけれども、今回の期間限定でもあえて指定しました氷炭様でございます。もうぜひね、私の地元のですね記載でございますので、ぜひ見ていただきたいと思います。さあ、ちょお待ちくださいませ。孫を抱いて、ママのとこしか言えないね。ママのとこしか見らんね。あんまり死んだね。あんまり死んだね。大変大きなわらじでございますけども、これなぜ、ね、こんなに大きくなったのか、まあ、いろんな説はあるんですけども、まあ、これもともとあのお祭り担当する座元というですね、担当の、まあ、要は林保班がありますね、隣組があって、で、まあ、要はあれですよ、毎年あそこの林保班よりかでけえなうちは作っちゃろうって言って、なんかそう毎年競うようになって大きくなったという説がございます。まあ、これもね、人間らしくて、まあ、面白いんじゃないかなと私は思っております。でまたこの氷炭様になるにも、まあ、資格というかですね、決まってるんですね。まあ、一つが、まあ、決まった地区、まあ、今現在ですと芝山地区と高畑地区という2つの地区がございますけども、まあ、その中から交互にです、ね、担当が出て、まあ、今年はおそらく見る限り私高畑の組じゃないかなと思っております。でもう一つ、元気なご長寿ということで、まあ、今もそうなんですけど、翔太様お酒を振りまいますけど、翔太様自身もお酒をとにかく飲まれて、もうベロンベロン酔いながら歩くんだから、一人で歩けないからね、まあ、一緒に、まあ、座元という、まあ、お祭りの担当主、これも100年に一度ぐらいの名誉職らしいんですけども、その方と一緒に歩くと、ね、まあ、ある意味本当人間味もあり親しみのあるお祭りと言われております。文豪のかるた絵札巡りの旅、氷炭様よいしょよいしょとおらじ、どうぞよいしょ。まあちょうどよかったよ。もう祭り止まってない。岐阜県でみんなパックしてくると思う。よいしょ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 。なんだろう、よいしょ。顔まだ見てるわ。左左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 左はい、もう20以上入っちゃう。